エンシスハイム隕石、アホーブネで知られる詩人セバスティアン・ブラントによる記録。エンシスハイム隕石は、1492年11月7日、前方オーストリア・アルザス地方の城壁に囲まれた町、エンシスハイム郊外の小麦畑に落下した隕石。LL6 普通コンドライトに分類される、石質隕石で、落下の目撃記録のある隕石としては、 ヨーロッパで最も古い隕石とされる1492年11月7日午前11時から正午にかけて高速で大気に突入し光と大音響を残してエミシスハイム近くの農園に落下した爆発音はドナウ、ネッカー、アーレ、ラインの谷に沿って響き渡り1 5 0トル以上離れたスイスのウーリ州でも聞こえたという記録が残っている 落下した時点ではその質量は1 2 7キログラムあり、形状は三角形で、落下地点の小麦畑に1メートルの穴を作ったと伝えられる。穴から隕石が引き上げられると、エンシスハイムとその近くの村人によって隕石が削り取られたが、時の神聖ローマ皇帝フリードリヒ3世の息子、マクシミリアンのためにこの石は保存すべく。 地元の役人がそれ以上の破壊を押しとどめた。アホーブネで知られる風刺作家ゼバスティアン・ブラントは1492年の終わりまでに隕石の落下を題材とした自作の詩を載せた4編のチラシをバーゼル、ロレーヌ、ストラスブールで配布した。ブラント作の詩編は隕石の一部とともにバチカンのピッコロミニス気境へと送られた。画家アルブレヒト・デュラーは 1494年の油彩が荒野の聖ヒエロニムスの裏面に流星とも水星とも取れる天体現象を描いており1492年11月当時バーゼルに住んでいたデューラーがエンシスハイム隕石による火球を描いたものとする説もある。ハルトマンシェーデルが1493年に観光したニュルンベルク年代記の見開き257 にもこの隕石の落下が描かれている。エンシスハイムの旧市庁舎の中にある私立博物館、ムーゼ・デラ・リー・ジェンスに、現存する5 3 8 3 1ラムの隕石が展示されている。その他、ヨーロッパを中心に切り取られた破片が保存、展示されている。ありがとうございます。